新鮮な魚の卵を醤油でほぐし、お刺身をまぶしていただく鳥取の初夏の味、その正体は？5月から7月、鳥取ではアゴと呼ばれるトビウオが市場に並びます。地元の漁師たちは海面に白い板を並べてアゴを追い込むブリ板漁で産卵期のアゴを狙います。大切なのはチームワーク。親しい仲間同士や親子の絆が成果を決めます。今日は家族で挑む伝統の漁です。今日は鳥取県ご出身の住光雄さんとともにお伝えしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。巨人の抑えのエースとしてご活躍、現在は野球の解説でおなじみでいらっしゃいますけれども、はい、鳥取県の米子のご出身でいらっしゃいますよね。そうです、はい、顎というと普段はよく召し上がりました？いや、僕はね、正直言って知らなかった。はい、そうですか。だいたい鳥取県というと松葉ガニとか、特に米子、あとはもうハマチとかブリとかでしたから、アゴというのが鳥取県の名産だと知らなかったですね。いや恥ずかしい。いやいや、やっぱりあれでしょうかしらね、はい、米子ですと、はい、本当に西の方ですし、島に近いところですしね、で今日ご紹介した鳥取、西の方、東の方になりますよね。はいはいはい、ですから、それだけ地域限定の味ということになるんでしょうかしらね。鳥取県は当然長くて約100キロありますからね。僕はもう港は境港がありましたし、あと隣が島根県なんですけど、松江とか出雲とかそっちの方が近かったですからね。今日は住さんも存じない、お刺身で食べるアゴ。でも食べたことあるんですよ。あ、そうですか。食べたことあるんです、九州の方行って。じゃあ、ふるさとのアゴを今日は堪能してください。はい、どうぞ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これトビウオっていうのはですね、春からずっと夏にかけて日本列島をずっと北上してくる魚なんですね。ですから地方地方によって食べ方が違いまして、例えば鹿児島ではその干物にしてでしょ、で長崎では最近流行りのラーメンの出汁とかにする焼き揚げとして、焼き揚げとして利用するんですよね。ですから地方地方によってこう食べ方が非常に珍しい魚ではあるんですね。そうですよね。今日はそのアゴ、東京ではアゴと言いますけど、アゴトビウオですけれども、珍しいですね、そのアゴ漁ですね、ご覧いただくとともにですね、伝統漁法の奥深さ見てまいります。リポートは鳥取放送局の岩野アナウンサーです。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。鳥取で獲れたアゴお持ちしました。よく太ってるでしょ。太ってますね、丸丸してます。あれ、僕もうちょっとイメージはなんか細くて、もうちょっとちっちゃいイメージがあるんですけどね。はいはい、これ産卵期の今だからこれだけ太っているということなんですよ。はい、でアゴの特徴といいますとね、やはりこの胸びれ、これね、体の半分ほどの大きさあります。ちょっと広げてみますと、こんだけあるんですね。これをグライダーのように使って海面を飛ぶというわけなんですよ。でしかも鳥取でも産卵期の今しか漁が行われないんですね。あ、そうなんですか。はい、ですから今だけの味覚なんですよ。へー。で甘い、脂が乗っていて、ね、はい、地元の皆さんお刺身にするのが一番とおっしゃってるんですよ。じゃあ今お刺身して食べるのが旬なんですね。はい、九州だけじゃなくて。はい、わかりました。いや、九州なんでもうちょっとちっちゃいかったような。これ飛べるんですか？ちょっと重量オーバーじゃないですか？いや、ちゃんと飛べます。ちゃんと飛べます。はい。そしてその今日お持ちしたアゴが取れた場所をご案内しましょう。こちらです。鳥取市の西の端、長瀬漁港です。こちらでは全国でも鳥取県にしかない伝統的な漁法で漁法を続けられている漁師さんがいらっしゃいます。鳥取市の長瀬漁港。明治時代に開かれた小さな漁港では5月末から7月までアゴ漁が行われています。
ありました、ありました。たくさん並んでますよ。見事ですね。初夏、鳥取沖で獲れるアゴは産卵期でよく太り、特別に脂が乗っています。この時期のアゴの刺身はタイやハマチより美味しいと地元の人は言います。食べてみんさいね、家にあってたら美味しいのね、食べてみんさい、美味しいよ本当で、ね、うん、地元ではね、やっぱり一番新鮮なのでお刺身が食べられる人が多いですね。お刺身、はい、青いてもね、身は白いからね、だからあっさりして美味しいですよ。アゴの特徴は羽のように発達したこの胸びれ、体の長さの半分ほどもあります。危険が迫ると海から飛び出すと言われます。ヒレを広げて滑空し、時々尾びれで海面を叩いて勢いを保ちます。400メートル以上飛ぶこともあり、地元では鳥のように1羽2羽と数えます。日本海を回遊するアゴは産卵の時期、良い藻場がありプランクトンも豊富な鳥取沿岸にやってきます。長早瀬漁港では産卵時期の太ったアゴを専門に狙う独特の漁法をただ一隻守り続けている船があります。岸から500メートルほどの沿岸で何か白く光るものを海に投げ入れています。一体どんな漁なのでしょうか。漁をしていた船を訪ねました。おはようございます。おはようございます。今は何をされてるんですか。宮脇貞美さんです。アゴを取り続けて30年というベテラン漁師です。特にどの辺を作業されてる。おじいさんの代から3代続けてアゴを取っているといいます。今日はどうですかね、漁うまい具合いきそうですかね。まあ、出てみな分かりませんけどな。船から投げていた白いものはブリ板という仕掛けです。長さ30センチ、白いペンキが塗ってあります。ちょっと 日の光でキラキラして綺麗ですね。うちのおじさんの代からのずっと伝統的なんですけどな。板に反射する光でアゴを追い込むという伝統のブリ板漁です。ブリ板漁には最低4人のメンバーが必要です。宮脇さんは家族や仲間と4人でチームを組んでいます。宮脇さんの船に乗せてもらいアゴ漁に出発です。どれくらいですか、目標は。目標は100箱ぐらいのですけどね、目標100箱。100箱っていうとどれくらいなんですか。 何羽ぐらいなんですか。1万羽。アゴの漁期は1年のうち2ヶ月余り。少しでも水揚げを上げるため、1日に100箱程度は取りたいと宮脇さんは言います。アゴは卵を産むため岸の近くまでやってきます。出港して5分ほどで漁場に着きました。宮脇さんはその日の潮の流れを読んで漁をするポイントを決めます。今日は漁がええかも分かりません。お、本当ですか。あの潮の具合で。目印は海の上にうっすらと見えるこの帯のような模様です。別々の潮の流れがぶつかる境目は海の色がわずかに違って見え、潮目と呼ばれます。潮目には餌となるプランクトンが多く、アゴが集まります。やってみようか。やってみよう。ポイントを決めるとブリ板のついたロープを投げ込んでいきます。600メートルのロープにおよそ400枚のブリ板が付けられています。ロープを張りながら船は円を描くように進みます。
今これ投げ入れたブリーダーがピーンって張ってますけれど、ピーンと張って今だけそのボイコンとる状態だから、おあこれで魚追い込んでるんだ、こっちの中に中に、あ顎をだから中に追い込んで運び込むような感じになるんですね。顎の群れに当たりをつけると取り囲むように船を走らせブリータを張り巡らせます。顎はブリータを警戒し遠ざかるように泳ぎます。そこでロープを絞り先端の網へ追い込みます。ブリータでゆっくり追い詰めると顎は空中へ飛び出さないことが長年の経験で分かっています。海面近くを泳ぐ習性の顎はブリータを避けるうち次第に追い込まれていきます。顎を自然に網へ向かわせるブリータ漁は顎に負担をかけない漁法です。仕掛けを入れ始めて10分、船が一周し仕掛けの巻き取りが始まります。あ、いよいよ上げるんですね。ここからはチームワークがものを言います。宮脇さんの兄照夫さんがへさきで仕掛けをさばき、サポート役の山根さんと長男の正也さんが引き上げた仕掛けを船尾へ送ります。連携が乱れ仕掛けの引き上げがもたつくと、いくらブリータを警戒するといっても顎は逃げてしまいます。いよいよ網の引き上げです。貞美さんが指揮を取ります。今日の大体の調子が分かる。あ、1回目でということはこれが今日の鍵。うん、うん、変だかな、ハイトレーだな、どうかな、今からここは見えな、ハイトルけどな。魚の姿が見え始めました。ブリータは確かに顎を追い込んでいました。ママだママだママだ、さだみさんの声が弾みます。この日最初の網の中には30センチほどの顎およそ600羽がかかっていました。期待通りの大量です。すごい大量じゃないですか。すごいたくさんですねこれ。仕掛けてから引き上げるまで20分から30分、網にかかっている時間が短いので顎が痛まず鮮度が保たれます。やっぱり鮮度を保ったらいいですか、ね、これ最初出てね、鮮度を落とさないようすぐに氷で締めます。氷締めが終わると再び仕掛けを下ろします。日が沈むまで20回漁を繰り返します。漁の合間を見てのお昼ご飯、おかずはもちろん取ったばかりのアゴです。しっかりと脂が乗っています。締まってますね。だから食べてもすごい弾力があるし、やっぱいいな。今日のどうですか。もう最高だわ、毎日が最高だわ。この日の水揚げは箱で101、目標に届きました。顎の性質を巧みに利用したブリータ漁、鳥取の漁師たちが誇る伝統の知恵と技術です。1羽2羽と鳥のように数えるアゴ、あの鳥取の初夏ならではの味、お刺身にいたしました。はい、清水さんお待たせしました、はい、鳥取の
アゴのお刺身です、はい、どうぞ召し上がってみてください。私だけ食べていいですか。どうぞ、はい、それではいただきます。はい、いやーでも結構肉厚ですよね。本当にこう脂が乗っていて、はい、こう見た目にも分かりますね。それではうん、この食感本当甘いね。うん、油があるからね、甘いんですよ。いやしかしよく油が乗ってますねこれ。でも品のいいまたね、はい、あの油で弾力もすごくありますしね、うん、はい、うん、だいたいあっさりしてるんですよね。はい、うん、はい、このね鮮度のいい状態で顎を上げるため、まあ、生きたまま顎を上げるというのが非常に実は難しいんですよね。それができるのもブリータ漁の特徴なんです、と言いますのは網に長い時間かかってしまうと顎は死んでしまうんですよ。ですがブリータ漁は網にかかってすぐ上げますから、うん、鮮度のいい状態生きたまま上げることができる。デリケートな魚なんですね。そうなんですよね。だからこそこの弾力が、はい、楽しめるということなんですね。プリプリした中に甘みがあるんでもうほとんど試し上がりましたけども、あの VTR はね、はい、あの漁は初めてご覧になりました。あ、もう漁初めて見ましたね、いやそれより美味しくて、あもう全部全部だって感想なさいましたよ。もうこの間に、まあ、止まらなくなりますよね。あっさりしてるから本当いくらでも入りますよ。あそうですね、いやめちゃくちゃ甘い、田舎に帰ったらすぐ食べよう。あもうぜひぜひ食べてください、はい、これを取っている漁はどうでした。そのVTR で今ご覧いただいて、ね、ああいう取り方ってあるんですね。なんかあの空飛びますから、はい、なんか逃げられそうな気がするんですけど逃げないんですね。実はそれには漁の、ね、秘密があるんですよ、はい、そのあたりを伺いましょう、はいはい、実際にですね取ってらっしゃいます宮脇さんにお越しいただいています。どうぞ参りましょう。はい、ありがとうございます。30年取り続けていらっしゃいます。いや、佐々木さんでいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。いや、いい色されてますね。ね、いい色。さすが海の男ですね。ね、声もさっきご挨拶したら、ずいぶん、はい、ちょっと枯れてますね。あのエンジンの音でね、もう声がとことかんですが。ああ、それは、ね、大きな声出すけ。普段はええ声出すですけ。やっぱり今の季節な、やっぱりならではの声ですね。はい。それにしてもね、はい、本当に。取れるんだろうかってね。そうですよ。逃げませんか。まあ逃げることもあるですけどね。でもなんかあのブリ板ですか。あれ何のためについてるんですか。やっぱその、 あの追い込むため。追い込むため。あのね、あの模型をね、はい、ここ用意したのでちょっと説明してもらいましょう。はい。はいはいはい、こちら100分の1の大きさに漁を仕掛けを再現しています。はい、でまずはですね、こちらにある船から。ずっとブリ板のついたロープを投げ入れながら円形に船が進んでいきます。ロープの長さ全部で600メートルあります。600メートル、はい、そうしますとね、顎がこう近寄ってきた時にブリ板に警戒をしてこれをね避けるように逃げていくんですよ。で逃げていくんですけれども反対側にも網がありま、あのブリ板がありますから、はいはい、逃げ場がなくなってしまうんです。でそこでこのロープを寄せて真ん中に集めて網で取るというこれがブリータ漁の仕掛けなんですね。なるほど、はい、はこのブリータが嫌いなんですね結局。そうなんです。あの海の中でね、はい、あの物他の背景との色の違いですとか影で物を見るということでこれを他の魚と勘違いしてしまうということなんですね。そうなんですか。もうでもそれをもう白いのでねそれをねもうまあ魚とかなその辺は発揮せんですけどねその、うんまあ、恐れる中ですけど、ね、恐れてまた素直にそれを抵抗せんやにそれを素直に全部網に追い込むのがそこが秘訣です。素直にっていうのはゆっくり無理させんやに。あこう来て普通にヒューッと泳いでて、あブリーダー来るからあ嫌だなみたいな感じでこうスーッと行くようなへでもね空は飛べるし、はい、下潜ってヒュッと行けばいいのにと僕らは思うんですけどね。まずその辺がだけスピードとかなんとか。ああ技ですね。技ですね。腕ですね。これですねこれ。でもブリ板ですよね。はい、ね今日はお持ちしてるんですね。はい、ブリ板実際にお持ちいただきました。これが漁の要になります。これね細長い板にペンキで白く塗り重ねられているものなんですね。スミさんこれ思い出すものありません？これ見ますと。
これですか、はい、まあ、マウンド状の、ね、まあ、プレート、まあ、こんなちっちゃくないですよね、はい、もっと大きいです、このぐらいありますけど、はい、これ実際お持ちください、どうぞ正直言っていいですか、ドーンってことないもんですけどね、これこれで逃げるんですね、これね、海の中でそう白が目立つから、はい、特にこれを警戒するということです。これ太陽の光で当たったりするんですか、反射したりするんですか、はっきり見えます。あ、これ大体どのぐらいの間隔で、間隔はまあ、まあ、いい加減ですね、僕らは適当ですか適当でいい加減ですか、でもおっしゃりながらね、はい、適当 でもきっとやっぱりね、魚の習性を知り尽くしていらっしゃると思うんですがどうなんですか、その魚としては目が大きいですしね、こういうの見えるってことは目がいいんですか、目がいいでしょうね、確かに目がいいと思います。これはもういつぐらいからですか、死んだおじいさんの代ですけど、おじいさんのだけ、僕の親父のまだその親父の代ですからね、はい、もう定見さんで3代目でいらっしゃるんですから、3代目で、はい、じゃあもう初代がもうずっとこのブリーターで、初代が考えられたんですか、これさあ初代だか、それはどっからか伝統で、でも待ってるんでしょうね、受け継がれてきたものですよね。でもじゃあアゴのもう性格とかもう性質をもう全部把握されてるということですよね、まあある程度 ねそうじゃなくて取れないですもんねでも他にもね、例えば刺し網とかいろんな形でね、そのアゴを取ってる人もいると思うんですけども、これにこだわってずっと、まあ、受け継いできた漁とやってらっしゃるわけですよね、それはどうしてですかね。やっぱ伝統的な漁でね、やっぱりまあ、次男からずっとしたんですけど、まあまあ、これからもできれば、まあ、続けていきたいと思ってます。これ日本全国にね、本当伝統漁法っていうのいろいろあるんですが、はい、一つはブリータ漁みたいにこう魚を脅してこう網に追い込んでいく漁と、それから逆にこう、魚をこうおびき寄せてですね、それをこう一網打尽にするこう二つの方法があるんですよね。でどちらにも共通してるのは、魚をうまく騙すために魚の生態を本当実によく観察してるっていうことなんですね。でもう一つはVTR 見てもよく分かりますように、これ網の中にはトビウオしか入ってませんよね。そうですね、こういう伝統漁法っていうのは、はい、ある本当特定の魚だけを本当集中して取るっていう非常にいい方法なんですね。でこれがその最近はこう資源をね本当に守ろうっていうことから、もう一度本当伝統漁法を見直そうっていう動きが実は全国でも始まってるんですよね。その鳥取でしか行われていない伝統のブリータ漁なんですが、実は年々船の数が減ってきてしまっているんですね。でさらに県内でもアゴそのものを見たことがないという子どもまで増えてきてしまっているんです。こちらの VTR をご覧ください。小学校の給食の時間。本物です。羽ない。アゴが教室に登場しました。実は羽じゃないんだな。綺麗です。見える？こんなんで、そう。アゴはこの季節地元で獲れる代表的な魚ですが、見たことがないという子供が大勢いました。初めて見たからあんなんとは思ってなかった。予想以上にも羽が大きくてびっくりしました。鳥取県内の小学校では給食にアゴを使った特別メニューを出しています。この日のメインはアゴのすり身の団子汁。地域の味を次の世代に引き継いでもらいたいという取り組みです。鳥取の初夏の味覚として親しまれてきたアゴ、しかしその消費量は減り続けています。食生活が多様化した現在、地元でも若い人たちを中心にアゴを食べない人が増えているといいます。時代の流れでやっぱりそのこういうアゴというものはあまり食べんようになりましたな。加工用が重ですわ。アゴ漁の最盛期、昭和30年代から40年代、鳥取県ではおよそ50隻のブリータ漁の船が操業していました。しかしその後アゴの需要が減ったことで、ブリータ漁をする船も少なくなりました。今では県内で7隻が操業するだけです。アゴの水揚げは最盛期の4分の1に減りました。
宮脇さんたちは長早漁港でただ一隻ブリータ漁を続け、初夏の刺身を楽しみにする人たちの期待に応えています。その宮脇家も5年前漁存続の危機を迎えました。4人のメンバーの1人が漁師を辞め、船が出せなくなったのです。定美さんは当時サラリーマンをしていた長男の正也さんに漁を手伝ってほしいと持ちかけました。やっぱり一緒に出たいかな、やっぱ親子でも船に乗って。ここはね、自分の畑だけ。高校卒業後、地元のメーカーに就職した正也さん。すでに11年勤めていました。結婚して子供がいたこともあり、妻と母親は会社を辞めることに反対でした。父親の頼みに正也さんは悩み続けました。しかし、寮に連れて行ってもらった子供の頃の思い出が最後に迷いを断ち切ったといいます。小さい頃から出てるんでね、もう小学校からやっぱり取れると嬉しいんで、魚が取れれば嬉しいし、一緒にまあ親子でやるっていうのが、まあ、夢っていうか喜びも分かち合えるっていうかね、やっぱり苦労も一緒に共にできるっていうか。正也さんが会社を辞め漁師になったことで、宮脇家はブリータ漁を続けられることになりました。漁が行われる初夏は家族で取ったアゴが食卓の主役です。産卵期を迎えたアゴの卵が定美さんの好物です。これ美味しい。刺身のほかフライや塩焼きなどで旬のアゴを味わいます。とっておきの一品がこれ、アゴの卵を醤油に混ぜて刺身に絡ませるこまぶりです。定美さん夫婦に正也さん夫婦と2人の孫、宮脇家の食卓は賑やかです。5年前、妻や母親の反対を振り切って漁師になった正也さん。すっかり海の男らしくなりました。そのサラリーマンしてた時と今の正也さん、違います？今の方が楽しい、偉いと思うけど、自分で選んだことだから楽しいと思います。やっぱり兄弟、親子っていうもんは、やっぱりみんながまとまったら、強いけん、強い親子兄弟、それはね、団結ができる。親から子へと受け継がれてきたブリータ漁。今年も初夏の鳥取ならではの新鮮なアゴを水揚げしています。じゃないですか。お父さんでもよく息子さん口説き落としましたね。いや本人がなりたいって言って。いや、そうなんですか。最初は。あ、最初は、ええ、あ、どうですか、それを最初聞かれた時は。もう涙が出そうな感じじゃないですか。いや涙までなんだけどあ、よかったなと思いました。いや本当のこと言ってください、よかった、なってなって今も楽でけど。改めてご紹介、ここからはですね、正也さんにも加わっていただくわけなんですけれども、ご本人からね、なりたいっておっしゃった、でもお母様とかお嫁さんは反対なさったわけですよね、はい、それでも押し切ってなられた。今もう4年経ちましたが、何が一番違います？まあ同じ仕事ですけど、まあ偉いけど、まあ楽しい。疲れるけど、うん、そうですね。あ、でも親父と一緒に仕事するってどうですか。だって一日中一緒なんですよ、親父と。いや船の上ではね、
いい、いいですね。あんま喧嘩したりとかなさいません？ないですな。あんまりない。まあ、ないわな。あの今さだみさん、まさやさんはね、お互いにもう最高のコンビだと、誰にも負けないというふうにおっしゃるくらい、はい、船の上の中のコンビネーション最高なんですよね。家族だから分かり合えるっていうことなんですよね、はい、先ほどから鷲見さんがいろいろ聞いてらっしゃったのは、はい、実は息子さんがお二人いらっしゃって野球やってるんですよ、はい、あの最初はあまりやってほしくなかったんですけど、いざ息子がこう親と同じこう野球やってると嬉しいですね。やっぱりいいですよ。いいえ、最高の笑顔ですね。あ、ね、やっぱり息子とこうやってでもあの仕事しててでも